重大発表まだっすね。結構時間かかりますね。もう D さんの話はいいから、俺関わりないからもう。あの人と関わっても、リスクしかねえからマジで。加藤浩次じゃないけど。もう D さんとは絡まないから。裏でやり取りしてる。いや、本当にもうやり取りしてないよ、ガチで。一切連絡取ってない。お前、口座貸したのかって、貸してねえよ。なんか、そうやって疑われるんだもん、俺。本当に貸してないのにさ。本当に口座とか貸してないのに、なんか貸したとか疑われるんだもん。警察が調べれば分かることね。で、そうだよね。だったら君たち結局、ああだこうだ言わないで通報しとけばいいじゃん。もし俺が貸した事実があるんだったら、通報したことによって、俺がどうにかなるわけでしょ？だって俺ガチで貸してないもん。でもそれをネットでああだこうだ言うってことは、事実無根のことを言ってるわけだし。まあ、君たちからしたら事実無根かは分からんかもしれんけど、俺からしたらもう自分のことは自分でよく知ってますから、本当に貸してないですから、ほんな事実無根のことを言って完全な名誉毀損ですからね。もし本当に俺がじゃあ貸したってなったら、別にそういうネットに書かないで通報でもなんなりしなさいよ。警察が俺の口座調べれば一発でしょ、ね。ただそれをね、みんながああだこうだ、ネットで書き込んだら、それは名誉毀損になりますよ。事実無根ですし。大体さ、そんなお金貸してさ、お金貸したことにして、訴求金をバックれるなんて不可能でしょ。それは多分不可能だと思うよ。だって、生活保護もらってる間は借金とかできない。あと、生活保護をもらう前に、借金がある人は自己破産しないともらえないらしいんです。で、もちろん受給中にも借金はできないことになっているので、そもそも最初から破綻してるんですよ、その理論は。その理論は最初から破綻してるの。D さんはそうやって人から借りたことにして、で、その訴求金をそっちにね、返済に回す、借金の返済に回すっていう、そのこと自体も、そもそも生活保護もらってる期間中なわけですから、その借金とかね。その借金したことにするっていうやつは。それって、そもそも最初から破綻してるんです。なんでそんなに詳しいの？そんな詳しいのって。あんたらが2ちゃんにああだこうだ書くからだろうが。あんたらのせいだよ。あんたらのせいで、ね、生活保護とか、訴求金とかさ、障害年金とかに詳しくなってんの。俺知らなかったもん、そんなの。そんなの一切知らなかったもん。あんたらがああだこうだ書くからでしょ、兄ちゃんに。あんたらが、ね、ああだこうだ、いろんなとこ書き込むから詳しくなったの。何言っとんの、マジで。ちょっと画面変えるか。さあ、どうしよう。あと6万通貨取引しないとだ。で、ポンド円のみなんですよ。こう、縛りがあって、キャッシュバック10万通貨。ポンド円のみなんですよね。
あと約6万通過。はあ。ほんと、よう言うわ、マジで、ほんとに。うん。ほんまに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 かなわんわ。ええじゃないか、ええじゃないか。まだまだやれるぜ。どっこいどっこいどっこいしょ。どっこいどっこいどっこいしょ。ほんまに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 かなわんわ。患者に大正解。関ジャニじゃない、関ジャニじゃねえよ。 ジャニーズ WEST です。 なんかね、もう結構前の話なんですけど、 G カップの F 女いるじゃないですか。ちょっと親にね、親に聞こえ そう、聞こえるので、ちょっと隠語で話しますけど、 F 女に G の S 女に、もう結構前なんですけど、ついたことがあって、その時に、なんか、ジャニーズ WEST が好きだっていう人が いて、俺結構そういうの詳しいよって言ったんですよ。ジャニーズ目指してたから俺詳しいよって言ったんです。でも絶対ジャニーズ WEST って言ってもわかんないでしょって言われて、あ、俺知ってるんだけどって。でも、あ、来た！ちょっと、あ、これ買い注文どうやんだ？どうやって買うんだ？こっちから買わないといけないのか。ちょ、早く早く早く。あーもう、遅い遅い。まあ、いっか。買っちゃえ。どん。ちょっと遅れた。ちょっと遅れたけど。クイック注文だっけ？あれ、さっきのはどこ？一括？あれ？あれ？ポンド。と遅れなかったらな。あっ！ここでどうやって買うの？ああ、ここで買うんだ！うわ、ここで注文できんのかなと思って試しに押したらさ、なんでこれおかしくない？これ。普通なんか注文確認画面出ると思うわ。あ、クイック注文だからか。なんかここを押したら、なんか、なんか買いますかっていう確認画面出ると思って押したら注文されちゃった。あ、来た。JFX で知ってんだ。いや、俺 JFX は契約してないんですよ、俺。JFX 俺口座持ってない。JFX 俺持ってないっす。てか俺、ちょっと前まで広瀬と JFX って一緒かと思ってた。広瀬と JFX って一緒かと思ってた。違うんだ、あれ。ああ、そういうことか。ここに全決済注文確認画面を表示するっていう、ここにチェック入れてるから全決済は、あれなんだ。こう、わかりにくいな、これ。そう、さっきさ、確認画面が出たからさ、一回確認画面出るもんだと思うじゃん。そういうのにこっちは一瞬であれなのかよっていうさ。